勉強になってもっかっこいいって感じで。チャンスWe'll be right back.
途中ではございますが、コメントの方を読みたいと思います。新井ちゃん、練習についていけるのすごい、さすがに2敗選手。さすがだよね、やっぱり体は細いけど、やっぱり今までやってきたことはだいぶあるなと思いますね。 I love training videos, thanks for sharing and… ちょっと日本語で読もう。トレーニング動画大好きです。ドイツからの情報共有とご挨拶に感謝します。ドイツからだって、剣道まっしぐら、ドイツからもう見ているという最高だね。あざっす。あ、Thank you。 女子でも何度か当たってるけど本当強いよ。よく行こうと思ったよな。剣道まっしぐらはよく行こうと思ったなというところを行きたいと思います。水戸桐陵高校の大ファン、ちびっこ剣士なりに稽古はもん励んでいます。僕もファンの一人です。一緒に頑張ろう。お疲れ様でした。青春ですよね。青春、マジで青春、本当に最高だよ。本当に最高、本当にマジで最高。剣道まっしぐらのグッズ発売しております。ぜひとも概要欄チェックしてください。よろしくお願いします。それでは続きもどうぞ。
様を、お迎えしてね、稽古をしたわけなんだけれども、まあ、なかなかこういう経験もできない、非常にこう貴重な経験をさせてもらったと思うので、なかなかこう慣れない雰囲気、慣れない環境、まあ、普段やってる場所なんだけどな、慣れない環境、慣れない雰囲気の中で稽古をやるっていうのも非常にこう刺激があって、で、まあ、日常と違うところでまた学ぶところがいろいろあったと思うので、そういうこう、せっかくこういう形で稽古ができたわけだから、そのこういろいろ学べたことを今後の活動にしっかり生かしていけるように、今日一日の稽古をもう一回よく振り返って、明日以降につなげられるようにしてください。素晴らしいですね。こんな細い体で どんだけあんな剣道ができるんだろうと思って、もうびっくり。本当に自分もめっちゃ痛い。いやいや、そんなことです。すごいありがたいです。こちらこそ、本当にありがとうございました。先生、あの、先ほどちょっとお話ししたんですけど、はい、明日、はい、ちょっと、トトも頑張りたいので、5対1で。はい、5対1で試合を。こっちが、こっち先方から大将まで。ここに用意するんで。5連戦で。断ち切り試合で、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ぜひお願いします。試合とか聞いてないんです。まあ勉強させてもらうってことですよ。でもありがたいですよね。これ来て、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今日は本当にありがとうございました。すごい基本からいろいろ一から教えていただいて、すごい元を受けてもすごい打ちも強いし、キレもすごいあるし、なんか剣道だけじゃないところも挨拶だったり返事だったり、すごいなんかかっこいいなと思って、夏も試合が多分あると思うので、チーム一丸となって一生懸命頑張ってください。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。お願いします。今日はありがとうございました。あかりちゃん、明日もやるんで、今日はありがとうございました。今日一日どうでした？すっごい楽しかったです。なんかもう本当になんか久しぶりに剣道が楽しいなって、やっぱ練習が大好きかもしれない、試合よりもすごい。なんか特につばぜり合いの引き技の練習で、なんか3秒の間に間を作るというか、技を相手を崩して開くところっていう、そのなんか今まで自分のタイミングで崩しての練習だったんですけど、それが3秒っていうなんか限られた時間で崩すみたいなとこは、レディース大会が多分ずっと先にはなるんですけど、そういうところはすごい勉強になるなって思ったり、こう基本打ちの中でも吸収するところがたくさんあったので、本当に楽しいだけじゃなくて勉強になって、もっとっていいって感じで。限界のその先、知りたいですか？文化系なんだよ。